はい、おはようございます。おはようございます。今日は11月13日の日曜日ですね、はい、なんと今日は、大分じゃありません、はい、沖縄に来ております。で昨日ですね、土曜日、あのキッズ沖縄オープン充実選手権のキッズがありまして、はい、あの渡辺亜子選手が、はい、あの優勝を決めました。おめでとうございます。おめでとうございます。そして今日はお母さん真帆選手の初陣です。もう一応もう朝11時前に来て、はい、まだ農技ですね。まあ農技はちょっと空いていなかったので、はい、ませんね、はい、計量だけして、はい、終わりですね。でその後が、充実の、はい、階級と無差別で、はい、まあ、頑張って金メダル目指して目指しますよ。もちろん娘に負けないように。負けない、はい、またあの結果の方はまた後でですね、はい、帰り際にですね、あのみんなにお知らせできたらいいと思います。はい、あの昨日はね、松根亮太代表とかと、はい、初めてお会いしました。お会いできて、なんかいろいろね、あこちゃんね、いっぱいもらってましたね。グッズもらいよったよね俺も欲しいと思いましたあの角丸のやつが欲しいと思いましたけど、ね、はい、まあ、今日はね、なんか東京にね行くって言ってたんで、ね、もう会えないんですけど、ちょっと残念ですよ、はい、まあ、ちょっといろんな沖縄の人と、はいはい、つながりたいと思います。はい、じゃあ後で、はい。